試し切り、やっぱり切ろうと思うから力が入る。力が入ったら体中が硬くなる。動きが遅くなる。どっかで止まる。というふうな問題だ。しかし、あれ、弛緩、思ったより硬い。多分、竹よりも硬いぐらい。竹に負ける。巻きわら、濡れた巻きわらよりはるかに硬い。あれ、カッターナイフの荷造り用のやつ切ってみたらわかるけど、なかなか切れない。しかし、あんまり力入れて切ったら、癖になるので、できるだけ今日から、力を抜いてどれだけ切れるかなと。肩の力抜く、まず。腕の力抜く。それで一回試してみましょうね。力を抜く。速さ抜いたいか、速さ落ちたいか、それから気合を落ちたらいいか。ということで、気合を抜いてとか、速さを落とすという意味ではない。だから、シューッと、手首を思い切り使おうね。手首を使おうね。それから腕が落ちる。ちょっこれで大体半分切れる。だから、それでこのぐらいで、これで半分ぐらい。このぐらいで力抜いて、せましょうね。はい、腕の力を抜く、肩の力を抜く、体中の力を抜く、それで勝ってみたらどないになるかなというのを今日はテーマにしましょうね。キュという気持ちから、キランテカという気持ちを捨てる。これ難しい。実践よ、実践でも。やる、やる、やる、やると思ってやった。力が入る。ね、憎しみを持って一発一発打ったら力が入る。だけどそういうものを一応捨てて落ち着いた気持ちでやる。という心境になれるかどうかやな。大抵の人真剣になったらみんな力いっぱいやる。真剣になった時に力いっぱいやらん。気合を持って早く小さくどれだけ迅速に動ける、そういう練習は僕は大切だと思う。だから今日は力を抜いてそれをやってください。力を抜いてやるんですね。力を抜いてなら切るというあんまりことを意識しない。切るということを意識したい。切るということを意識しなければ、あまり力が抜けると思います。うわぁ！まあ、今まで34秒の力が抜けたかも。もっと力を抜きたいな。最高一瞬の34秒、あとは20秒、一瞬切るとき34秒、移動中は20秒、10でもいいぐらい。そういうことで見てみましょうね。抜くことが今日はテーマ。どれだけ抜けるか。だからできるだけ1、2、3で切らないように、まあ途中で切ったら止まるから、刀にあれが残るから、力
間が連続的にというのはちょっと難しいけれど、それ以外は連続的に柔らかくしていきましょうね。はい、いきます。3回目交代します。はい、どうぞ。力抜いて。